ナンバーア i セカンドシングルの真相に迫る3月の東京ドームで炸裂する新たな音楽ジャンルとはナンバーア i 東京ドーム公演に向けて3月にセカンドシングルをリリースへコミュニティとイベントの社会的影響に焦点を当ててお届けしますこんにちは音楽ファンの皆さんナンバーアイがついに待望のセカンドシングルを3月に発売することが発表されましたこれにはファンの期待が高まりますが 一体どのような音楽ジャンルや驚くべきダンスが繰り広げられるのでしょうか昨年10月には、平野志陽さん、神宮寺優太さん、岸優太さんによるナンバーアイが NHK の音楽番組メニュー101でテレビ初出演し、その活動が本格化しました。ファンにとっては、昨年5月の生放送番組以来、待ちに待った3人の姿を地上波で見ることができ、ネット上では感動の声が広がっています。 ト部の滝沢秀明社長も大いに興奮し、事とのパフォーマンスに対して、かっこよすぎる、と絶賛。ザランページ山本翔アレさんも、やばすぎる、と感動のコメントを寄せていました。このパワフルなトリオがト部として東京ドームでの初のコンサートを成功させ、その最終公演が約1230の国と地域で独占ライブ配信されることが発表されました。この大舞台に向けて、メンバーはアストトークを展開。 ライブ前のルーティンについて聞かれ、キッシュさんは、アイスカフェラテと納豆を食べて、エネルギーを養うと明かしました。また、負けない自分たちの長所について質問されると、平野さんは、全員バカチャレンジ精神と回答。この率直で前向きな姿勢に、ファンからは、さらなる愛が注がれています。さて、ナンバーアイの活動に迫る中、ファンは、セカンドシングルの発売に期待が高まっています。現時点では、発表されているのは、一曲のみですが、 3月のライブに向けて新曲が発表される可能性があるとされています。一体どんな楽曲がファンを魅了するのか、今から楽しみですね。ナンバーアイの成功には、メンバーそれぞれの個性と努力が詰まっています。平野さんは、キングプリンスのメンバーとして活動していた過去を振り返り、ダンスは怖いもの知らずのチャレンジ精神と語っています。彼の成長や人柄に触れることで、ファンとの結びつきは一層深まることでしょう。 さて、ナンバーアイ、ハトベのアーティストとして、2024年3月17日に東京ドームで行われる、2ヒーローズトベフストスーパーライブを世界独占ライブ配信することも発表されました。滝沢氏社長は、トベのアーティストが世界に羽ばたく大きな一歩と語り、この歴史的瞬間を世界中のファンに見てもらいたいと呼びかけています。ナンバーアイの躍進とともに、 彼らが示すように日本のエンターテインメントが世界へ進化していく未来に期待が高まります。これからも彼らの新たな挑戦と成長に期待し、日本から世界へメッセージを発信していくことに注目です。音楽シーンに新しい風を巻き起こすナンバーアイの活動、今後も熱いサポートをお願いします。